バナナマサイト、前回の続きをプレイしていきましょう。さて、事件についてと蘇りの秘術について話した後からですね。呪いについて、マダムの持つ呪いの力について確認しておこうか。送り表主義というのは本所七不思議だね。ええ、確かにこの屋敷にある、この屋敷のあるあたりはその送り表主義のゆかりの地だと。ならば同じように本所七不思議の呪いを受けた貸し主がこの町にいるはずだ。まずはその特定をしなければいけない。蘇りの秘術に対して積極的な人だったら、こちらの命を狙ってくるだろうからね。呪いの影響で相手の魂を奪うことへの抵抗感は薄くなるようだから、どんな人柄かも関係ない。そうね。マダムのようにってこと？そしてマダムの持つ送り標識の呪影の力というのが、確か火だね。火や発火器具を持つ者を呪いで消失させるというものだったね。ええ、表紙だけに火の用心を怠った者を殺す呪いというわけか。僕はこれは七不思議の中でもかなり有利な、扱いやすい呪いだろうと思っている。そうかな。まあ他知らんからそう言ってるだけか。他がどんな条件なのかわからないので想像だけども。そう、この条件は相手の行動に左右されにくい。そして有効なタイミングが持続しやすい。特に発火器具でも有効なのが大きい。ポケットにライター一つ入っていればいい。最初からずっと条件を満たしていた場合、相手がそれに気づくのは難しいだろう。呪いを行使しないとしても、すでに条件を踏んでいると伝えることで脅しになる。ただそれが事実であることを証明できないので、度胸と演技力は物を言うがね。呪いの寸止めができればいいんだけどな。呪いの寸止め、なんだか斬新な概念。それ試してみる？ライターならあるけど。お前死んだらどうすんだ。ほう、なるほど。僕は実験台になるわけか。いや、やめておこう。僕もそこまで無鉄砲じゃない。なんだ、なかなか刺激的な学ぶだ。呪いの影響だけではなさそうだね。ありがとう。褒めてないんだけど。でも笑顔可愛いな。今後外に出たらいつ誰に呪いで狙われるかわからない。軽はずみな行動や普段と違うことはできるだけ避けるよう心がけてほしい。うん、依頼内容について。さあマダムクライアント、次に僕がすべきことは決めてくれたかい？両方。両方なんですけど。こっちかな、マダムだったら。もちろんあの子は蘇る可能性を優先しましょう。秘術を得るための協力をお願い。オーケー、そうだろう。おそらく他の貸主もこの夜のうちに動き出している。今なら誰かを呪い殺したとしても朝になるまで発覚しにくいからだ。おそらく明け方までに大きな動きがあるだろうからね。では夜のうちは蘇りの秘術のための貸り主探しを。そして朝になって聞き込みができるようになったら、並行して誘拐事件の捜査も。あ、やっぱ両方やってくれんな。白石道雄城の捜索も進めることにしようか。ああ、ありがとう。助かるわ。有能だなぁ。さて、じゃあ僕は早速調査に出るとしよう。夜明けまでの時間は限られている。何か分かったら電話を入れる。マダムはここで待機していてくれ。いいわ。どこの誰が何の呪いを持っているか全く見当もつかない夜だ。むやみに外には出ず、かつ柔軟に対応できるよう心の準備をしておいてくれたまえ。ええ、心得ておく。では失礼するよ。すごいよな、自分が殺されるかもしれねえのに。ちょうどあれなんだ、後ろになんかいるよっつって。まあ発言した時間帯だからな。貸主捜索パート1。警察官、吉見はじめが変死した現場にて状況の整理を行っていた。スズメとエリオ。
蘇りの技術を否定する、スズメだが、そこに落ち葉なき C の呪霊が現れた。落ち葉なき C って誰だっけ。旧安田庭園。あ、落ち葉なき C ってあれか、発言したやつか。そうだな。つまりボスが言いたいことは、蘇りのヒースっていうのが本当に存在していて、それを使うためには本庄七不思議に由来する呪いの力で人を呪い殺さないといけなくて、で、ボスが受けた呪いはこの場所に伝わる落ち葉なき C であると。そういうことですか。まあそうだ。やけに飲み込みが早いな。そりゃボスが真面目にする話なら、さすがに全面的に信じますよ俺は。いや、普段もふざけてねえぞ俺別に。それよりもボスがそんなオカルト話を真顔でしている事実の方が飲み込めてないです。よっぽど超常現象ですよ。信じてないんじゃなかったんですか。別に信じてなかったわけじゃねえよ。むしろよく知ってたからこそ警察に手を出したくなかったっていうかな。へえ、何、何知ってんの。それって負け惜しみ、認めざるを得ないからって。まあいいから聞け、もう隠しても仕方ねえ。まずこの話を理解してもらわねえと今後の話ができん。だから聞け、頼むから聞け。そんなに念を押さなくてもちゃんと聞いてますよ。だが時間がもったいないから移動しながら話す。行くぞ。あ、ちょっとボス、待ってくださいよボス。太陽に吠えろっぽい。曲いいな。好きだわ。すいません、もう一回確認しますけど、本当ですかその話。もう録してないですよね。ああ、嘘じゃねえよ。証明するもんはねえかな。ん、同じ警察組織の人間に対してであっても秘匿部門について明かすことは禁じられている。だがまあ今は緊急事態だ。こいつの力を借りるためにも話しておこう。え、なんかそういう超常現象対策本部的なあれがあるってこと。他はシール探してんだけどな。一番はそこなんだけど、なさそう。一緒か。決して頭が悪いわけじゃないが、なんかつかみどころない男だ。妙にポジティブなところは助けられることもあるか。念を押すが、これは極秘事項だから同僚だろうが誰にも言うんじゃないぞ。はい、こうなった以上それはもちろん守りますけど。いやー、でもまさか信じられないですよ。ボスが前にいたのが警備局付けの秘匿部門だとは薄々聞いてましたけど、警視庁に心霊対策室なんで部署があったなんて。驚くのも無理もね。俺だって最初は呆れ返ったよ。いい大人たちがふざけてんのかと本気で心配になったもんだ。いやいや、すごいじゃないですか。俺そういう秘密部隊的なやつに憧れて警察に入ったんすよ。え、そっち。いや、考えてみれば当然ですよね。呪いとか霊障とか自在するのなら、その被害の対策部門が市民を守るべき警察組織にないって方がむしろおかしいですもんね。いや、柔らかすぎるだろ頭。ていうかお前、俺に憧れてるんじゃなかったのかよ。いやだな、ボスは好きな食べ物は一種類だけですか。どっちも好きは成立するんですよ。なあ、わかったわかった。ともかく、表面上は霊はないことになっているから、身体は、水面から活動しているわけだ。どうして俺がそこに配属されたのかはわからん。所属していた4年間は、そういう心霊事案ばかり対応させられてきた。いいね。俺もそういうなんか、心霊部門、好きよ。正式名称は警視庁警備局警備部警備特化信頼対策室。本庁でも限られた者だけが知る秘匿部署。通称身体。霊災霊障といった心霊事案について調査及び解決を執行する専門チーム。超常現象が
現実に存在することは公にされておらず、一般的にはないものであるとしているため、その活動は常に極秘裏に行われている。現在の所属メンバーは室長含めて5名のみなので、必要に応じて外部からも協力者を得られるよう、国内各地の、霊能力者たちとの人脈を持っている。黒筋美桜もその一人？あー、そうなんだ。そんな信頼されてんだ。疑わしい話を聞きつけては調査に出向くが、そのほとんどはデマであり、徒労に終わるのが実態。だがそういった噂話は数多く、そのため、爪のような霊感の持ち主でなくても、口の堅さや経験を買われて調査員として配属されることもある。へぇ。現在の心霊対策室の室長を務めるのは、中越クイルという人物。代々公安活動を務めてきた霊能力者の一族で、黒筋美桜を発掘した師匠であるとされているが、直接姿を見たことがあるのはごく一部の関係者のみで、事務所に姿を見せることがほとんどないという特異な存在。常に多くの呪詛の標的になっているからというのが理由らしいが、真偽は定かではない。本当に生身の人間なのか、本当に実在するのかといった疑いを持たれることもしばしば。なお、普段室長室席には、中越の式神であるヌエが代理として鎮座しており、伝令役を担っているが、その姿はどう見てもごく普通の虎つぐみなので、大人が大真面目に鳥に向かって報告している姿はやや異様な光景に映る。本庁の関係者内では浮上した事案が、心霊対策室担当の内容であった場合、それを秘匿して伝える隠語として中越案件という言い方をしている。へぇ。中越はあれなんだ。もう、みんな知ってるみたいな感じなんだ。おう、なんか、二人増えたな。これでも、どこまで読んだこれ。読んだっけこれ。下かな、読んでないの。比較的裕福な家庭でのびのびとおおらかに育てられた結果、ポジティブお化けと評されるほど自己肯定感を身につけた逸材。幼い頃から好きだった特撮映画や刑事ドラマの影響で人を助ける仕事に就きたいという気持ちは育まれていたが、本格的に警察官を目指したのは学生時代に遭遇した事件で捜査を担当していた。あー、スズメのやっぱ影響なんだ。姿に感銘を受けたのがきっかけ。今もスズメには、あ、つづみか。え？あれ？なんだっけ？つつみだな。俺ずっとつづめって言ってたな。俺もう全然覚えられん。つつみね。つつみの姿に感銘を受けたのがきっかけ。今もつつみには強い敬意を持っているが、その愛の強さゆえに、ついつい軽口を叩いて、リアクションを楽しんでしまう節がある。刑事になった今でも、悪の秘密組織だとか、超人的なヒーローの存在をほのかに期待しており、その理想は諦めていない。私立探偵カイ・リヒターとは、警察学校時代の同期。資料室に一人でこもり、過去の犯罪資料を読みふけていたリヒターを当時ブームだったボーリングに誘ったのが知り合うきっかけ。見た目こそ怖もてだが、頼まれと断れない若者の仕事人間。だがその仕事一筋の生活が原因で、数年前に離婚している。好物は甘いもの。キャラに合わないと言われるのを避けるために、人前では隠しているつもりだが、周囲にはほぼ知られている。捜査で赴いた先の、土産菓子を買うのが趣味で、心霊対策室にいた頃は、遠方の派遣要請があると進んで名乗り出ていた。また、一人娘との、話題の種を持つために、流行り物にも意外と詳しいが、これも捜査に必要な情報収集だとごまかしている。かわいいなぁ。つつみね。絶対忘れるわ、また。じゃあやっぱ、あるんですか？ボスにもあれが。何が？霊感ですよ、霊感。いわゆる、持ってる人なんですか？いや、全く自覚はねえな。あったとしても、グラス一杯のビールでダウンするほどの弱さだろうかな。なんだ。でも、霊感の強さってアルコールの強さで例えるものなんですかね、そっちの界隈では。嬉しそうだな。いや、なんとなくだ。
そんな例えをするやつなんていねえよ。なんだ、なんか悪いな、がっかりさせっぱなしで。いや、ボスのせいじゃないですから。がっかりついでにもう一個教えておくと、霊感ってのは生まれ持った才能が重要で、後から身につけるのは難しいそうだ。え、じゃあ俺は無理ってことですか？ショック、一番ショックです、それ。やっぱり狙ってやがったか。ま、能力は眠ってる可能性はあるが。知ってるやつでは、高校生ながら強い霊感を持っていて、最前線で働いているのもいるしな。いや、働いているって言っても、修行の一環だとかで賃金は出てなかったか。え、ロキ法69条的に大丈夫なんですか、それ。詳しいな。刑法じゃねえのに、その辺は俺はノータッチだ。なんか意外と世知辛い世界なんすね。出せばいいのに。あ、なんかいる。なんかいるけど、こいつあれじゃない？ちょっと、オプションで下げとくか。いるなぁ。で、どうするんですか、これから。その蘇りの秘術だとか、本所七不思議の呪詠だとか出てますけど、今回みたいに呪いが始終に蔓延するのは、まあ、それなりの非常事態でな。そんなにヤバい事態なんですか？わかりやすく言えば、重火器は街中にばらまかれたようなもんだ。いや、そんなヤバいじゃないですか。そうだ、ヤバい。だから惨事が起こる前に原因を取り除き、閉廷させる必要がある。本来それが身体の仕事なんだが、さっき移動中に連絡してみたところ、なんと使用チームが明日の夜まで出払っているらしくてな。在籍経験のある俺がいるなら、うまく対処しとけとのありがたいお達しだった。ええ？じゃあもしかしてさっき言ってた残業っていうのは。ああ、そのもしかしてだ。ちょっと手伝ってもらうぞ、相棒。わかりました、やりましょう。いや、柔らかすぎるだろう、かたま。未知の仕事に何の抵抗感もないだと。だって、非常事態じゃないですか。俺らしか対処できないなら、やるしかないですよ。合理的に行きましょう、ボス。いや、すげえな、お前。なんかもう逆に楽しいわ。ありがとうございます。ここで絶対気づくようにされてんだな。同じ、よく見ればこっちの様子を伺っている人物がいるな。逃げる様子もなさそうだし、しばらく泳がせておくか。なるほどね。スルーでいいんだ。ね、ボス、具体的にはこれから何するんです？この呪いが七不思議由来なら、他にも呪いを受けた奴がこの町にいるはずなんだ。そうですね。七不思議なので、あと6人ってとこですか。そいつらが呪いで人を殺す前に止めなきゃだな。できるならば、先に見つけ出して、呪具である呪詛玉を回収しちまいたい。ですがボス、さっきの話だと、呪いの持ち主、頭主を呪い殺す方が蘇りの秘術を得やすくなるんですよね。ボスが頭主だとバレたら命を狙われるんじゃないですか？まあ、そうなるな。おちょぼ流行ってんのかな？え、やばいじゃないですか。こんな裏ついてて大丈夫なんですか？とはいえ、黙って待ってても時間ばかりが過ぎちまうからな。ここ、両国橋は七不思議、片刃の足のゆかりの地だから、さっさと来れば、片刃の足の頭主がいるかもしれんと踏んできたわけだが、遅かったようだ。ま、最悪この件に警察が介入しているってことを広めて、少しでも自制してもらえば、御の字だ。めちゃくちゃ懐に飛び込んでいく作戦じゃないですか。だが、まあ、同じように考えた別の頭主がここに来るかもしれん。怪しい奴がいたら、どんどん声をかけていくよ。それって、呪いの力を持ってるかもしれないやつですよね。了解です。だったら、まずさっきからあそこでこっちの様子を伺ってる人物に直接かけてみますか。お、気づいてたんだ、エリオちゃん。お、お前も気づいてたのか。じゃあ頼むわ。な、ちょっとそこの君、突然ごめんなさいね。警察の者だけど、お前の術は封じさせてもらった。ここで一旦区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。